セシル・レディはイギリスにおける最初の田園教育塾であるアボッツ・ホールムの創立者である。彼は田園教育塾運動の創始者で新教育運動の実践者に数えられる。セシル・レディ彼はロンドン南西部フラムのコールヒル路地に生まれる。10人兄弟の6番目の子供であった。彼の両親はキンロス出身の海軍省勤務のジェームズ・レディとキャロライン・スザンヌ・スコットである。 彼は、両親が亡くなるまで、ゴールドルフィンスクールで4年間過ごした。その後、バーケンヘッドスクールに、昼間の通学生として通った。そして、エジンバラ大学のフエッテスカレージに寮生として、1872年から1878まで在籍した。彼は、医学、物理、数学、そして科学をエジンバラ大学で学んだ。科学の学位は、 ゲッチンゲン大学で取得した。彼は、寄宿学校では幸せではなかった。古典的なカリキュラムにうんざりしていたのである。ゲッチンゲンにいる間、彼はそれで使われている、進歩的な教育理論に深く感銘を受けた。1883年、イギリスで、先進的な新生活協会に参加した。彼は、社会主義的な主義原則に基づいた少年たちのための、 学校を作ろうと決心したのである。彼は同性愛をめぐって苦しみ、心のよりどころを求めていた。彼は仲間の教師クレメント・チャールズ・コッテリル、博識家のパトリック・ゲデス、ロマンチックな社会主義詩人、エドワード・カーペンター、ジョン・ラスキンの影響を受けた。彼は体罰を拒否し、それを自己規律と真摯な指導の原則で置き換えようと考えた。 その他には、ドイツのラ体主義者と、同志の愛と、男性間の罪のない愛情を信じる、ボルト・ホイー・マンから影響を受けた。彼は、フェッテス・カレッジに戻って、科学を教え、1888年には、ブリストルのクリフトン・カレッジに移った。彼の考え方、特に性教育についての見解の相違は、姉妹には健康にも不調をきたし、学校を去る羽目になった。デディは、 1888年から1889年までカーペンターと共同生活を送ったが彼がロバート・ムーアヘッドとウィリアム・カッセルズの財政支援を受けて1889年にダービーシャーでアボッツホルム校を開校する手助けをしてくれた。学校はわずか6人の生徒で始まった。彼はこの学校を自身のライフワークとした。 彼は病気療養のためアメリカ合衆国に行っていた2年間を除いて1927年に引退するまでこの学校の経営に当たった。アボッツホルムは決して変な社会主義的なものではなかった。カリキュラムは進歩主義的教育に重きを置いていた。しっかりとした勉強をさせるともに個々の子供の成長を見守るだけでなく体を動かしたり肉体労働、リクレーション。 そして、美術の時間もあった。ラテン語だけでなく、英語、フランス語などもあったし、科学の授業もあった。宗教の授業は宗派にこだわらず、他の宗教や儒教のような哲学も教えられていた彼は、イギリスの学校では初めて性教育の授業も行った。デディは、自然と身近な生活をすることが重要だと考えていた。それで、子供たちに、 牧場で動物の世話をさしたり、野菜を育て、干し草を作ったり、穴を掘ったり、薪割りや柵を作ったりする機会を与えた。生徒たちは田舎を自由に歩き回る自由も与えられた。レデ,ディは公立学校の男の子が硬い襟とシルクハットを着ていた時に快適な服装による制服も考案した。このページのレディの写真の中で、 彼が着ているのがノーフォークジャケットである。ノーフォーク校が狩りのために考案したと言われるもので、狩りやフィッシング、乗馬に向いたもので、それこそ育ち盛りの男の子に最適と考えたわけである。レデ,ディが学校の資金を単独で担当するまで、創立にあたっての出資者たちとの間には長く、圧力があった。彼は彼らに出資金を返還することで事態の解消を図った。 教師の中に、ジョン・バドリーがいた。彼は、最初に校長に任命された人物である。学校ができて2年半後の1893年、レディーのますます独裁的な気象を強め、そしてバドリーが結婚を望み、レディーがそれは許さないと拒絶したという事実は、バドリーがアボッツホルムを去り、ビデールス校をスタートさせるきっかけとなった。バドリーは次のように述べている。レディは、 私がする必要のあることと必要のないことのすべてを教えてくれました。1900年にはアボッツホルムの生徒数は60人に達した。その多くはヨーロッパと大英帝国からだった。彼はしばしば外国人の教員と関わった。彼らはここで教育の実践を学び、故国に帰って彼ら自身の学校を開設した。アボッツホルムは特にドイツで影響を与えた。 ヘルマン・リーツは、ドイツの進歩主義的な教育者で、教育理論家でアボッツ・ホルムで学び、ドイツに戻って5つの学校を開設した。基礎になっているのは、アボッツ・ホルムのカリキュラム、近代語、科学、体育、工作、ただし、頭の勉強と古典語は、やや控えめというものである。その他に、彼が影響を与えたのは、クルト・ハーン、アドルフ・フェリエール、エドモント・トモランである。 彼の個性が強気の教師たちと衝突することで学校の教育基準は低下していった。原因は彼が周囲にイエスマンを集め始めたからである。生徒数は1906年に30人に減少した。彼は理想をロマンチックな社会主義からより独裁的な政策に変えた。彼の親、ドイツ的な姿勢は第一次世界大戦中は人気がなかった。 彼は1927年に引退した。生徒数は1900年の絶頂期に比べ、わずか2人にまで落ち込んでいた。引退後、彼はウェルウィンガーデンシティに住み、1932年2月、セイバーソロミュー病院で亡くなった。彼の後継者、コリン・シャープは迅速に現状の回復に努めたが、アボッツホルムはどこにでもあるような学校に変わっていった。 彼の名声はイギリスではすでにすっかり影を落としてしまったが、セシルレディは世界自由で特にヨーロッパ、日本、アメリカ合衆国では進歩主義教育の基礎を作った人の一人である。ありがとうございます。